皆様こんにちは。北海道初のファイナリスト、誠にありがとうございます。本日はお仕事につながる活動内容と今後のビジョンについてお話しいたします。私は福祉関係でも医療関係でもネイリストでもありません。ただの普通の主婦です。資格を取ってからもコロナが流行し、ご施設様はもちろんイベントもすべて自粛、営業しても断られてしまい、最初は挫折してばかりでした。旭川での初の福祉ネイリストとしての一番の悩みは、どのように地域の皆様に知っていただけるかということです。ではどうしたらいいのか。そのために私が行ったことは、周りの友人知人に告知、新たな人脈づくり、 SNS の活用、独学で学び、自身でホームページの作成運用、広告を作成して店舗様に置いていただいたり、イベントに積極的に参加して PR 活動をしたり、運営資金もなかったため販促物はすべて自身でデザインいたしました。地元のテレビ、新聞、ラジオ出演、 YouTube など、自分でできる限りの広報活動もいたしました。その結果、介護施設と多く取引をされている企業様と提携、施設に講師を出張するというプログラムに福祉ネイリストとして参加させていただくことになりました。個人での営業活動より企業様と連携することで信用度も上がり、ぐっと仕事の幅を広げることができました。現在は講師出張プログラムからのご依頼、先月だけでも決まったものが1件、商談中が2件、旭川の福祉用具の展示会への参加、お問い合わせもたくさんいただいております。自身のホームページからのご依頼もあり、そちらの定期訪問も継続しております。その他にも、いろいろなイベントからもお声掛けいただけるようになりました。このように、自分一人の力ではなく、周りを巻き込み、皆様に助けていただき、仕事につながっております。また、出展させていただくだけではなく、昨年の10月にメンバーと一緒に福祉ネイリスト主催のイベントを立ち上げて、道内のメンバーに参加していただき、福祉ネイルの PR イベントを開催いたしました。おかげさまで大盛況で、1年に一度の大きなイベントとして、今年も開催に向けて準備をしております。福祉ネイルを知っていただくために作成したホームページを見て、制作のご依頼をいただくようになり、それがきっかけで、現在はウェブ作成、広告デザインなどで個人事業主として起業し、デザイナーとしても活動しております。その他にも YouTuber デビューをしたり、旭川デザインプロデューサー育成プログラムにも参加しております。何の取り柄もなかった私が、福祉ネイルと出会い、人生が輝き出しました。次に、私のビジョンですが、福祉ネイルを世界にが私の掲げるビジョンです。私の周りでもまだまだ福祉ネイルを知らない人がたくさんいます。この素晴らしい活動を世の中のたくさんの人に知ってもらいたいのです。研究結果で認知症予防や QOL の向上など人の役に立つことはもちろんなのですが、ありがとう、嬉しいわなどと涙を流して喜んでもらえるこの活動は、自分自身がものすごい幸福感を感じられる素晴らしい活動だと思います。今回機会をいただけたおかげで、いろいろな工夫をして活動する仲間がたくさんいることを改めて実感いたしました。願いは叶います。一人一人の活動は小さいかもしれませんが、一番大事なのはそれぞれの地域で福祉ネイルが広まっていく仕組みづくりではないでしょうか。私の活動や実績が少しでも皆様のお役に立ち、小さな地域から全国に波紋が広がり、日本から世界へつながる、世界中で福祉ネイリストが活躍する、笑顔あふれる未来が私のビジョンです。きっと周りの地域の、日本の、世界の誰かに届きます。I want to spread welfare news to the world. 私も自分のビジョンを目指し、その第一歩を旭川で実践しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。